アキラ・石山の一等三角点三角点とは三角測量に用いる際に経度、緯度、標高の基準になる点のことである。標高については別途、水準点も基準となる。地図制作における三角測量には次のような作業手順が取られる。三角測量に入る前に原点の設定が必要になる。まず地球上のある地点とある地点の距離を正確に 測るには、各地点の延直線の方向を基準にする必要があるが、地球内部の密度の違いにより、各地点の延直線には傾きを生じている。そこである一点を、あらかじめ天体測量等で決めておき、それを土台に、各点間を結ぶ線とその方向から位置を求めていく。原点が決まると原点から観測に、都合の良い地点を選んで、原方位を決定する。 三角測量は、地上で実際に測った一本の線を基礎に、次々に三角形の内角を測定することで、三角点の位置を決定していく方法である。そのため正確に測られた基線を設定する必要があり、その基線の測量作業を基線測量という。三角点の位置を決める作業を先天作業という。 三角網を形作る三角形は、正三角形に近いほど誤差を生じにくい。三角点の位置は、見通しが良い場所である必要があり、特に一等三角点の場合は一等、三角点同士で、見通しが良いだけでなく二等三角点や三等三角点を、設定しやすい位置にする必要がある。三角点は、見通しが利く地点でなければならないため、高い場所であれば良いと思われがちであるが、 高い山の頂は雲に遮られることが多く、気象条件に左右されやすいため一番良いとは言い、がたい。しかし、一等三角転換に山がある場合などでどうしても見通しがきかないような場合には、不便を承知で山の頂に設置される。三角点の先天が終わるとその地点に観測の標識となるピラミッド型の櫓を建てる。 さらに三角点であることを表示する標識を埋設する。三角点の設置とともに三角点間の観測を行う。三角点は地球上にある地点であるため、一等三角点や二等三角点など、遠い距離にある三角点をつないだ三角形は平面上の三角形とはならないため、この玉化量の補正を行う。なお、地形図においては、 いかなる地点も高さが示されている必要があるため、これらとは別に水準測量が必要となる。特殊な三等三角点場所情報コードが埋め込まれた三角点の例測量法で定められている測量表の一分類であり永久標識に分類される。三角点の設置、編集、一等三角点百名山も参照日本では、鉱山の山頂や公立学校などの 公的建造物の屋上に設置されている。一等三角点を山頂に持つ山の東破を目標とする登山愛好者も多い。一定の期間ごとに三角点同士の最速量が行われ、精度が維持されている。なお、三角点の値は、三角点標石上面十字線の中央の位置の値であり、標高点もその山の山頂の値とは限らない。 編集三角点には基準となる柱石が設置されている。柱石には加工岩など硬い素材の石が用いられる。石の頂部には十字の切り込みが入れてある。柱石の破壊など機能を損ねる行為をした者は測量法の規定により2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。歴史、編集、日本の三角測量の歴史も参照日本の 近代政府による位置の基準となる標識の最初のものとしては、明治4年11月8日に大乗館からサタのあった東京不可測量のための測量表記の企画がある。これは測量表としては仮説標識に相当するものであったが、明治7年4月27日には永久標識としての測量表中の企画を定める内務省たちが発せられている。その後、 内務省地理局の三角測定を経て、日本国内の測量業務は、明治17年6月26日に参謀本部に移管され、以後三角点の設置、管理は太平洋戦争以前は参謀本部陸地測量部が、戦後は国土地理院が行っている。戦前までは三角点、水準点ともに参謀本部が府県警察部に指示してパトロールをさせていた。 明治時代当時の参謀本部の目標としては、5万分の1地形図を全国整備することであった。緯度幅10分、経度幅15分のこの地形図1図用を作成するためには、当該範囲内に少なくとも30、40点の基準点が必要となり、全国を約1300図用でカバーするためには、約4、5万点の基準点が必要となるが、まともに基準点を設置していては、 誤差の累積を免れない。そこでまず大まかな三角網を形成し、これを元にしてさらに小さな三角網を形成するといった方法を取り必要な数の基準点に達するまで、これを繰り返すことで誤差の累積を回避した。当時の技術水準における角度の測定精度は0.1秒であり、目標1精度を 2cm に設定すると、 転換距離は4 0トルまでに設定できた。こうして組まれていった三角網が一等三角網である。また当時の即角精度においては水平角に比べ、高低角の精度が劣ったため別途、水準測量を実施し水準点から各三角点に記した金を取り付ける作業が並行して行われていった。三角点は測量法により保護される存在であるが、 東京都内の場合、東京大空襲に代表される戦災や高度成長期の建設工事に破壊され続けた。1970年代、国土地理院は地震予知に三角点を活用しようと予備調査を行ったが、皇居から荒川にかけたルートでは6点中2点、皇居内と棒神社敷地内にあった三角点が残るのみで、残り4点は地下鉄や首都高建設、 マンション開発などにより行方不明となっていた。インテリジェント基準点。編集2009年度に約2万の基準点に IC タグを付加したインテリジェント基準点が整備された。場所情報コードを付加したユコドを国土地理院が発行している。基準点の等級、編集基準点には電子基準点、一等三角点、二等三角点、三等三角点、 4等三角点、5等三角点などがある。2010年3月31日に国土地理委員が公開した点数および2011年2月9日、現在国土地理委員の基準点成果等を閲覧サービスに登録されている点数は可表である。1等三角点設置間隔は約 40km 必要に応じて約 25km 間隔の補点が設置される。 全国に約1000点。中石の一辺は 18cm。破壊や破損に備えて、中石の直下には2枚の板石も埋設されている。二等三角点設置間隔は約 8km。全国に約5000点。中石の一辺は 15cm。破壊や破損に備えて、中石の直下には板石も埋設されている。三等三角点設置間隔は、 約4トル全国に約3万2000点。中石の一辺は1 5トル破壊や破損に備えて、中石の直下には盤石も埋設されている。現在の技術水準では2万5000分1地形図を作成するための位置の基準は3等以上の三角点で充足される。4等三角点設置間隔は約2トル全国に 約6万9000点。中石の一辺は12センチメートル。破壊や破損に備えて、中石の直下には、万弱も埋設されている。地積調査またはこれに相当する調査の測量の基準点として、国土交通省土地、水資源局国土調査課の委任を受け、国土地理院が設置する。後藤三角点百九十九年に、国土地理院の前身である。 陸地測量部が、海中の障岩礁の最高頂きを観測し、その外略位置及び高ほどを算定し、これを五等三角点と称すること、広手、市街地の高等等をまたこれに、順することに定めたりとあり、三角点標石を設置するのが困難な障岩礁は、その最高点を五等三角点とし、日の宮蔵や煙突等の市街地の高等もこれに、順じた。 長らく五島三角点の新設は行われておらず、四島三角点以上への切り替えや廃止が行われたため、現在は下記の沖縄県の小島の2カ所が残存しているのみで、ある。クロンプトンムーアの三角点イギリスの三角点はコンクリート製で陸地測量部が設置している。ありがとうございます。